それをもう一回見せるとか。あれー任されちゃった。どうしたらいいのかな。カエルも取れないし。待ちなさい。こんな普通に歩いてるの？それは困るな。じゃあちょっとあちこちさまよってみる？5匹でしょ？あのカエルもさ、家のカエルも時間になると移動したりするのかな？あ、ここも、雨降ったら湧きそうだね。なんか流れてる。カエル？カエル？紫の子。これもちょっと冒険を貸してお金ない時に食べてみるとか。でも罰金1万円、お？あ、いた！本当に、あちこち歩いてるんだ。やばいな。あ、来た。あと2匹でしょ？ここでしょ？時間になったら出てこないかな。ずっとここにいるのかな。動いて。もうちょっとレベル上げないとダメとか言う？動かないな。とりあえず一旦寝るよ。で、キノコ。で、スコールは、来るかな？お、画面が来そう。あれ？来ないか。ポストじゃない。いかんな。もう気になる。解いてくれない。ちょっとカエル探して、端からうろうろしようかな。あ！発表だ！明日発表って言ってた、そういえば。待って、間に合うかな。第1回七七お宝くじの抽選大会結果のお知らせだよ。あ、もう終わったんだ。323番でした。あれ？なんだったっけ？下一桁だけ合ってるのか。163の3番が合ってる。エンジョイ七七と宝くじ。引き換えできるかな。しっかり忘れてた。これは。当たってるかな。残念。七七くんステッカー。あ、これ家に飾れるのかな、もしかして。七七くんステッカー。どんだけ貯まるかな、七七くんステッカー。
おー、ありがとう。自慢マネ。美味しいな。戦ってね。宝くじ。あー、はーい。当たりといいね。さあ、カエル探すよ。この辺で、かすかに聞こえたんだよね。あ、いた。これで何匹？ 1,2,3,4 最後の一匹だ。最後の一匹あそこか。困ったね。これなぁ、どうしようか。最後の一匹がね、なんかでおびき寄せんのかな。釣れない、釣れないなぁ。一日ここで張ってみる？ちょっと動いて出てくる時間があるかもしれない。お供えにいいよってコメントがあったんですよね。お供えしとこっか。で、スコール。こんなのか。最近スコール全然ないね。まずお供えして、あのカエルどうすべ。どうすべ。4個、1個でいくつなんだろう。おいし、願い玉、願い玉ばっかり溜まっていくよ。もう一回。一個でいくつか確認しよう。あ、すごい。こんなに溜まるんだ。あ、腐っちゃった。入れとこう。スズメの涙いいね。すぐたまる。